トヨタベルブリッツは来月6日に長良川競技場で東大阪市の花園近鉄ライナーズと対戦します。今日は今シーズン唯一の県内でのホストゲームを PR しようと、大阪府出身の桃地龍之介選手と松山千尋選手が岐阜商工会議所を訪れました。チームは現在5勝5敗と12チーム中7位につけ、上位4チームで争うプレーオフ進出を目指していて、桃地選手は愛知岐阜の皆さんに楽しんでいただけるようなプレーができたらと、松山選手はどの試合も負けられない、皆さんに感動を与えられるプレーをしたいと意気込みました。ニュージーランド代表のアーロン・スミス選手やボデバルト選手が岐阜で見られるので、面白い試合になると思います。ぜひ会場にお越しください。楽しい試合をしますので、ぜひ会場に、来てください。お願いします。勝ちます。長良川で待ってます。試合は来月6日の午後2時40分キックオフで、岐阜ちゃんテレビでは午後2時半から実況生中継でお送りします。